じゃあですね、今日もスローンとマクヘールの謎のストーリーやっていこうと思います。次の話、ちょっと久々になるんですよね、やるの。教師にとって、教師にとって自分の教え子が優秀だということは何よりの誇りです。へーって感じですけど、でも全ての子供たちがどんな質問にも答えられる、そんな授業があったとしたら優秀だな。それはなんかね、ちょっと逆に怖くないですか。そんな有名進学校とかですか、全部の質問に答えられる。なんか全部の質問に答えられても、なんかこう教える側として、教師側としてはちょっと物足りなさがあるんじゃないかな。ちょっとわからない、何々がわからないんですよねって言ったら、おってなって、そこでやっと、ああそれはね君、こうこれこれこういうこういうものであってねって言って、あそうなんですか、ありがとうございました先生って言われた時に初めて喜びを感じるんじゃないんですか、先生っていうのは。あ、先生のこととか何も知らないんですけど、それには何か仕掛けがありそうな気がしませんか。全部答えられる、あ何か裏があるような気がしますねって、そんな話ですか。わかりやすい授業、素晴らしい。校長先生が他校の授業を見学した際に、あるクラスで奇妙なことに気がついた。そのクラスではどんな問題を出しても全生徒が手を挙げ、教師が誰を指しても必ず正しい答えが返ってくる。しかも教師は毎回違う生徒を指していた。なぜこのクラスはこれほど成績が良かったのだろう。いや、こんなの答えは簡単でしょ。こんなの答えは簡単ですよ。これはあれじゃないですか、こう教師と生徒がグルで、そのクラスね、全てグルで、その校長先生がちょうど授業を見学する際、まあ、その日は前もってね、分かっているわけじゃないですか。その日は君たちね、この問題を出した時はこの問題、こういうふうに答えてくださいっていうふうにあらかじめこう打ち合わせをした上で、前世と一問一答というかね、その問題に関しては分かっといてください、答えを教えておくのでっていう、こういう契約がなされていたんじゃないですか。うん、まあ、そのクラスその後が心配ですけど、その生徒たちもね、じゃないかなと思うんですけど、じゃあ、クラス、そのクラスはだからこうなんていうかな、こう別に成績、クラスの成績自体が高いかどうかですよね。まあ、もうそれが高いなら、まあ、みんな答えられるわけ、みんな優秀なね、いいえ、あ違うんだ、他のクラスとさほど変わりはありません。やっぱね、僕の裏工作説がかなり有力なんですけど、この教師絶対怪しいよね。この教師が全て企んでると校長先生にいい顔をしようと、それぐらいしか、校長先生にいいところ見せたかった、これは間違いないでしょう。素晴らしい質問です。マジか。はい、そのために教師は生徒と簡単なルールを決めました。シークレットワード、ルールが解除された。あ、本当にそうなの？ダメでしょ、そんなことしちゃ。ルールは、全員が協力が、全員の協力が必要だった。もうこれ完全ダメだけどね、全員の入ってもうダメでしょ。一人が間違えればボロが出てしまう可能性がありました。もう完全に俺が最初に言った、あれやっぱ最初からみんな答えを知ってたんじゃないんですか、違うのかな、わかる。でもみんな手挙げてんだもんね、みんな手挙げてるっていうのは、まあ校長先生からしたらそれだけで、ああこのクラスは活気があっていいなって、まあ思いますけどね。生徒たちはやる気だったのでしょうか。なんでだろうね、なんかお金がもらえる、おもちゃがもらえる、何か見返りがあったんじゃないかな、違うかな。そうじゃなきゃ頑張らないでしょう、人間っていうのはやっぱ見返りがないと。ルールは
は、生徒楽しい楽しんでいたか、これ大事ですね。楽しんでやれているか関係ない、楽しい生徒たちが楽しもうが楽しまないであろうが、そんなことは、関係ないと。忠実に守れたところを見るとそうかもしれません。どうなんでしょうね、どうなんでしょうね、わからないけど怖いね。何か裏があるっていうのは、世の中全部裏があるんですね。生徒たちは守ったか、守った結果だからいいね、あの校長先生にいいとこが見せられたわけだもんね、はい、そのおかげでとても優秀なクラスに見えました。あ、それでいいんでしょうか。ルールの、そのルールの内容をちょっと知りたいですけど。はい、ルールは全部で3つあった。3つか。どうしようかな。じゃあその生徒たちをちょっと、あ、いけるね。答えは、お、あ、生徒たちは答えを、ん、生徒の中には答えがわからない子もいた。はい、あ、わからない子もいるはず、あ、いるんですね。答えがわからない人もいた。いたっていうのはちょっとよくわからないですね。さっきの俺の裏工作説がちょっと、生徒たちは洗脳されている。生徒は洗脳されている。いや、これは、大事な質問ですよね。されてないの？されてるでしょう、どう考えても。この姿見てください、皆さん。この、みんなが手を挙げてるこの姿。洗脳されてるでしょ、どう考えても。特に一番右のやつ、この手の上げ方。このピーンとした手の上げ方、ちょっともう、この子は多分やばいよ、もう。こんな子いないから。現実に。生徒は挙手。うん。仕方？生徒たちの挙手の仕方に関係がある。あ、素晴らしい質問です。はい。あ、そこにルールが、どうやら左手を上げている生徒の方が多いようです。あー、なるほど。あ、はいはいはい、あ、左手。いや、これは分かった気がしますけどね。左手、ひょっとしたらちょっと、左手を上げている人は、生徒は、やる気、自信、元気。元気な人が左手を上げている。あー、でもこの絵の通りで考えたら右手上げてるやつの方が元気そうだけど、左手を上げてるやつは、あー、自信がある。イエスかノーか。いいえ、自信がない。むしろ自信なさげな生徒が、あ、やはりね、自信ないやつが左手を上げてると。そうですね、こう見るとね、右手を上げてる人の方が元気そうですもんね。それはルールで決まっていた、あらかじめ。はい、はい、自信がないときは左手を上げる、これが2つ目のルールでした。ああ、はいはいはい、あ、もう、み、じゃあ2つ目の、3つ目のルールもなんとなく想像はつくけども、生徒は全員挙手を、あ、待ってください。生徒は全員答えを知っていたか。これ最初俺が言った。いいえ。そんなことはないよね。そんなことしたらいけないもんね。なるほどね。自信がない人は左手を上げてください。じゃあ右手はって話になるわけですけど、全員挙手を。全員手を挙げていた。はい、全ての問題で生徒たちは手を挙げていました。そういうところを見せることによってね、この子たちは優秀だというふうに していた。いいえ、あれ、もう一つが開かないですね。もう一つ、ちょっとアンナさん、そろそろ
あれ、ここでいいんだ。いいえ、教師に指名されるのは右手を上げている生徒ばかりでした。やはりね、まあ、これでこのね、分かりやすい授業のからくりが分かったわけですが、右手を上げている生徒のルールは、はい、自信があるときは右手を上げる、これが3つ目のルールでした。なるほどね、もう出来上がったわけです、出来上がっていたわけですね、そういうルールが。まあでもこのルールは別に悪いことじゃないんじゃないかな。自信がない人は左手を上げて、自信ある人は右手を上げれば、少し休憩しますか？どういうことですか？どうしました？大丈夫ですよ。僕はね、確かに仕事で疲れて、やってきてるわけだけど、この時間はね、ゆとりの時間だから、私の癒しの時間ですから、ね、全然いいんですよ。まあ、そういうことになるわけですけど、まあでもいいことだと思いますけどね。みんながやる気を持って楽しくやれる授業をやれるっていうのはすごいいいことですし、うん、このクラスが優秀に見えたのは、ルールのおかげ、声の大きさのおかげ、それもあるかもしれない。ルールは全部でいくつ、3つありましたね。教師が生徒を指名するときに注目していたのは手ですね。あと姿勢かもしれないけど、右手を上げている生徒は、自信がある、これでいいですね。いや、いいことだと思いますけどね、こういう風なシステムは。そのクラスの教師は事前に生徒たちとある取り決めを交わしていた。1、答えが分からなくても必ず手を挙げる。2、答えに自信がないときは左手を挙げる。3、答えに自信があるときは右手を挙げる。こうして教師は毎回違う生徒を指していたが、必ず右手を挙げてる生徒を選んでいたというわけである。まあでもこれ気づきそうなもんだけどね、校長も。なんか、でも気づかないな、多分。そんな手の挙げ方まで見てないか。いやー、まあ、子供たちもね、こうなんかこうやる気、授業にこうやる気を出さない人たちも多いと思うから、まあこういうのでね、やる気を出せるんだら、あれば、いいんじゃないですかね。そういうやり方も。確かにこの仕掛けなら、どの子も堂々と手を挙げることができます。なかなか手を挙げられなくて、肩身の狭い思いをする子はいませんね。うん。でも決して、本当の授業を見せているとは言えません。お厳しい言葉。あなたはこの教師のアイディアをどう評価されますか？いや、いいんじゃないですかね。うん、いいと思いますけど。この子供のね、時に、こう、積極性をね、まあ、積極性があるかどうかわかんないけど、そういうふうにこう、アピールする力がね、手を挙げるというアピールする力がここで養われるのであればいいんじゃないかなとは思いますけど。人類は空を舞うことに憧れを抱き、なんかでかい話ですね。ついに飛行機を作り上げました。素晴らしい。空の旅は爽快で快適です。まあね、私はあまり好きではないですけど、鉄のね、鉄の機械に、さあ飛行機に関する物語をどうぞ。鉄の乗り物にね、いつ落ちるかどうかわからない、あんな乗り物に乗ってたまるかっつってね、あんまり乗ってないですけど。第9幕、決死のダイブ。ある男が飛行機から飛び降りた。飛行機は雲を見下ろすほどの高さで、男はパラシュートもつけていない。にもかかわらず固い地面に着地したとき、男は全くの無傷だった。なんかこの男はあれじゃないですか、マンションの26階だったか、あれがビルの26階からなんか窓を開けて、向こうのね、なんか飛び降りたみたいなやつと顔が似ている。同一人物なんじゃないか。こいつは飛び降りるのが好きなんじゃないか。一体なぜ？飛び降りるのが好きだから。男は、不死身だった。不死身ならもう話はね、あ、不死身じゃない、あ、普通の人間ですか。
あー、それならじゃあ飛び降りちゃいけませんよ。そんな危ないでしょ。男は自殺するつもりだった。それならまあ、あ、違う、僕は別に自殺するつもりもなく不死身でもなかったということは、男は落下、あの男の落下は事故だった、まあ、事故なら、あ、事故でもない、事故でもなく、男の落下はじゃあ趣味だった。まあそうだよね、違うとは思ってたわ。スカイダイビングしていたわけではないようです。まあそうだよね、パラシュートつけてないわけですからね。男は救助された。あー、なるほどね、自分じゃなくて相手がしてたから。あ、なるほど、飛び降りたところを救助された。これ可能性あるな。あ、違う、救助の必要はない、救助の必要はない、普通に降りただけってことですか。男は飛行機が苦手だった俺と一緒で。はい、あ、苦手だったんだ。男は一刻も早く飛行機から降りたいと考えていました。あ、一刻も早く降りたい、一刻も早く降りたい。おー、どういうことでしょうね。事件、落下、落下中、落下の場所とか、落下した場所は関係してるか。おー、場所か。今回のそこは飛行場でした。いや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 、ああ、シークレットアートでも飛行場でしょうね、それはね、それは飛行場でしょうね。飛行場で男は着地を、飛行場の男は着地をした。はい、その時男は無傷でした。その時って後からまあ傷をしたけど、まあ、飛行場の男は知っていた。あ、いや、着地したはやったし、飛行場は、飛行機か、あ、飛行場ね、飛行場の上空で男は飛び降りた。あー、ありえますね。あ、違う、飛行場の上空に、ん、飛行場の上空に飛行機はいた。違う、上空にはいませんでした。あ、おー、なるほど、え？え？って感じなんだけど、男はじゃあ飛行場に行くこと男は知っていた。はい、まあ、知ってたから降りたんだもんね。ちょっともう一回問題を。飛行機は雲を見下ろすほどの高さで、あー、高さ雲見下ろす、見下ろせるほどだった。はい、ここ大事ですね。飛行機の窓からは雲を見下ろすことができました。飛行機の窓からは雲を見下ろすことができた。そんな中で飛行場に着陸したっていうのが今のところの分かってる情報で考えるなら、高さは変化することはあったか。おお。え、飛行機は常に海抜 2000m を保っていました。なのに男は飛行場に降り立つことができたってことは、その飛行場自体が高いっていう感じかな。 2000m 男は海抜 2000m から男は飛び降りた。すごい文章だよね。はい、男は迷いなく飛行機から飛び降りました。迷いなく、いやー、勇気が、この文章だけ見ると勇気がすごいけど、飛行場
海抜 2000m に飛行場終わった。これで決まるな、はい、やはりな。男が着地した飛行場は海抜 2000m にありました。はい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 。なるほどなるほど。いや、この文章だけ読んでるとね、確かに分からなくなりますね。男が飛び降りた時、飛行機は海抜、確か 2000m にいました。男が飛び降りた時の飛行機の速度は止まってたんですもんね。男が飛び降りた時、飛行機は飛行場にいた。男が飛び降りた時の飛行機の状態は着陸、まあ普通にただ降りただけって感じだったもんね。正しいようです。いや、文章を読んだだけじゃやっぱりわからなかったですね。 あれはわかる人もいるかもしれないけど、またやっぱりそうだ、やっぱりこの男だったか。あのビルからさ、ビルから窓をこう飛び越えたやつと一緒でしょ。このポーズ一緒だもん。男が飛び降りたのは止まっている飛行機で、着地したのは飛行場の滑走路の上だった。その飛行場があるのは海抜 2000m の山の上。飛行機が飛び立たなくても雲を見下ろすことができる飛行場だったのである。いやー、でもちょっと高所恐怖症にはたまらない怖さだと思うけどね。なるほどね。いやいや、海抜 2000m の飛行場なんてあるのでしょうか。あるのかね、そんな高いところに。私が調べてみたところ、あ、調べてくれたか。今ちょっと調べようかなとは思ったけど、中華人民共和国の三角地帯にはなんと海抜 4000m 超の空港があるとか。へえ、空気が絶対薄いじゃないですか。世界は広いものですね。へえ、そんなとこあるんだ。